湖もいいけど、やっぱり夏といえば海だよね。私のこの水着は夏を遊び倒すという覚悟を表したものでありますので、今日は一日お姉さんと一緒に夏の海を全力で楽しむ所存であります。砂遊びとかスイカ割りとか浮き輪でプカプカとか波打ち際で追いかけっこかっこスローモーションとか、やりたいことリストは夏休みのしおりに書いておいたのでご一読ください。ほらほら、お姉さん早く早く私を捕まえてみて。遊んだね。もうこれでもかってくらい徹底的にロマンチックな追いかけっこのはずが、つい本気で走っちゃって、なんか強化合宿で走り込みしてるみたいなテンションになってしまいました。あは、賛成。実は私もお腹ペコペコで、この冷気のせいなのかな。なんだかいつもよりお腹が空きやすくなってるような。でもサーバントはいくら食べても太らないから安心だよね。とっても安心。お待たせしました、カレーライスと焼きそばです。わー、おいしそう。海といえばこれだよね。理由はよくわからないけど。それじゃあ早速いただきます。あん、うん、うん、おいしい。もう、チョコレートがかかってる。なんという食への冒涜。どうなってるのこのお店は。シェフ、シェフを呼んでください。あらあら、どうしました。お客様、どうしたも何も料理がおかしいんですよ。なんで何もかもチョコレートまみれなの。気づいたけど、ドリンクもチョコだよ、炭酸の。あらあら、ですがそれはお客様が悪いのでは。はい、本当におかしいのはどっちでしょうというお話です。海だとかおっしゃってましたけども、季節を考えてくださいよ。2月ですよ、2月。夏に海辺ができなかったからってこの機会に消化してしまおうとは浅はかな考えですよね。ちょっと待って、その口調は。無論私です。やっぱりルビー。なんでこんなことを。ですから季節を考えてくださいと言ってるのです。
バレンタインですよ、バレンタイン。このイベントを何だと思ってるんですか。甘い予感がするとか言ってのこのこやってきたグランドマスターさんがかわいそうです。バレンタインの本分を忘れて遊びほうけちゃって、イリアさんの浮かれポンチ頭様、頭がサマーになっちゃったのはルビーが原因だった気がするけど、いやまあそれは置いといて、別に忘れてたわけじゃないからね。ちゃんとお姉さんに渡すチョコは作ってきたんだから、今日一日付き合ってくれたお礼にってことで渡すつもりだったんだけど、あの受け取ってください。お姉さん、チョコ持ってたんですね。ふっふっふ、その辺抜かりはないのですよ、ルビーさん。ちゃんとバッグに入れてたんだから。なるほど、忘れずチョコをバッグに入れてそのまま炎天下で遊んでたわけですね。そうそう、今日一日炎天下で。あ、溶けてる。あらまあ、カラフルなマーブル模様の液体が箱の中にタプタプと。なんてこと、こんな当然のことに気づかなかったなんて。完全に浮かれポンチで頭サマーでした。隔離ダメ、そんな状態でお姉さんに食べてほしくない。一旦返してください。そうだ、要はもう一回冷やして固めればいいんだから。ルビー、ノズルからドライアイスとか出せない？さすがに無理ですよ、そんなの固形物は出せません。やっぱりダメか。まあ液体窒素なら出せますけど。出せるの？うん、じゃあそれでいいや。危ないからお姉さんは離れててね。よし、行くよルビー。えーい。そしてすかさず転身、構えて狙って、そしてブシャで、改めて受け取ってください、お姉さん。どういたしまして。今日は私のわがままに付き合ってもらったのに、溶けたチョコを渡すわけにはいかないもんね。なんとかなってよかったよ。制作過程のエンタメ性を含めてなかなかのリカバリーですね。芸術点を考慮して、ギリギリですが、イリアさんのチョコには9大点をあげましょう。ありがとうございます。で、ルビーはどういう立場から喋ってるの？そんなことより、お姉さん早く食べて食べて。まだまだ暑いからね、放っておくとまたチョコが溶けてきちゃう。虹、それはこの瞬間でしか見られない儚い輝き。目を離したら溶けて消えてしまいそうな、それはくしくも彼女の在り方に似ている気がした。急かされながら、あなたはチョコをありがたくいただくことにする。これを食べ終わっても
まだまだ彼女との遊びは終わらないだろう。だって夏休みの小学生は無敵なのだから。ルビー、変なナレーションで締めないで。